焼肉パーリーだー。焼肉って久しぶりだな。今回はいろんな高級肉もありますからね。しかし霊夢が急に焼肉をおごってくれるとはな。明日は槍でも振るんじゃないか。結構高いんでしょう。わざわざ精肉店に行っていい肉を選んできたから間違いないよ。おお、こりゃいい肉だ。高かったんじゃないですか。やっぱそれなりにしたよ。だろうな。しかしなんで急にこんな高い肉をおごってくれるんですか。最近投資が絶好調でね、半導体株に投資したらちょっと儲かったんだ。え？いやいや、需要様様だよ。寝てるだけで朝起きたらお金が毎日増えてるんだ。こいつフラグを立ててるぞ。それって売却できたんですか。むしろバイプッシュでこの前さらに投資したんだ。信用売買でレバレッジかけたのか。今日の株価をチェックしてますか。いやーまだしてないんだよね。いくら増えてるか楽しみなんだ。今すぐチェックした方が。もうマリサったらせっかちなんだから。アリなんか通知が来てる。一体なんだ。お衣装の連絡だ。どんだけレバレッジかけてたんだよ。某アメリカ大統領候補の支持率が上がって半導体株がめっちゃ動きましたからね。ここで残念なお知らせが。どうした。ここから先の焼肉は有料となります。有料ノートみたいな売り方するな。やばいことになった。投資って買うより終わらせ方が重要って言いますからね。売り時とか出口戦略とかだよな。そういうのがめっちゃうまい人たちを今回解説しようかと思いますが、どうですか。この株を早く処分したいんだが。聞いてくれたら亀田製菓のカレーせんべいをあげます。聞く。カレーじゃなくてカレーせんべいかい。ということで今回解説するのは村上ファンドです。ああ、聞いたことあるな。なんだっけ？村上義明氏が設立したファンドのことですね。村上様って呼ぼう。ヤクルトの村上を出してくるな。村上は元通産省の官僚でした。なんでこの人のファンドがこんな有名になったんだ？まずこの村上について紹介しましょう。村上の父は大阪で貿易商を始めて台北、香港、シンガポールなどに拠点を持ち50人ほどの従業員を抱えてました。結構立派なのでは？しかしお金を持ち逃げされたりして経営者に向いてなくて投資に専念していったそうです。経営って難しいからな。外からやんや文句言った方が楽だしね。お前を株主にしたくないな。その息子として生まれた義明はお金が大好きでした。私の方が好きだ。張り合うな。というより預金通帳の数字が増えていくのが楽しかったようです。ちょっと変じゃない？お前に言われたくない。父はこう言ってたそうです。お金は寂しがり屋なんだ。みんなで戯れたいからどんどん一箇所に集まってくるんだよ。だから私のところから逃げるのかな。その通りだな。はっきり言わないで。村上は父にいつもお小遣いちょうだいとせがんでたようです。マリサお小遣いちょうだい。しね。ひどい。それで父親は義明が小学3年生の時に、今100万円あげるわ。あだっす。受け入れるの早いわ。これは大学卒業までのお小遣いだ。え、その分前借りってこと。義明は大学入学までにして、きっちりしてるな。そのお金の一部で札幌ビールの株式を購入しました。小3で株式売買だと？それで2年間で10万の利益を出したそうです。小学生にとっては大金だ。高校になるとして株に挑戦。して株ってリスク高いだろ。上がっていくのが楽しすぎて売り時を逃して儲けはほんの少しになったそうです。それでも多少利益が出たのか。脳汁ドバドバ出てそう。株は怖いものだということを実感したみたいです。学べてるところがさすがだな。1年間浪人して東大へ。女子寮の管理人やってたのかな？ラブヒナじゃねえか。入学直後は父親についてって世界中を旅行して投資案件の打ち合わせに参加してました。着々と投資家として英才教育が施されている。しかし通産省に入省しました。なんで投資家にならなかったんだろ？父親に言われたからみたいです。パピーの教えは絶対なのか。通産省でいろんな企業の経営者に会ったんですが、財務数値について分かってない人が多くて驚いたようです。マジっすか？まあ売上と利益しか見てなくてバランスシートを知らない経営者は多いな。村上は96年から3年間コーポレートガバナンスの研究を行ってました。コーポレートガバナンスってなんだっけ？あれだけガバガバ言ってたのにわからないのか？日本語で言うと企業統治ですね。企業が健全に経営するために不正や不祥事を防いで正しく経営ができるように監視統制ができる仕組みです。内部統制やリスク管理、社外の役員や会計士などがチェックするんだよな。当然株主も経営状況を確認して株主総会などを通じて牽制を図るはずなんですが、それができてないと、日本の株式市場は持ち合い株が多く株主の権利が小さく、株主価値の最大化に目を向けられてないと感じました。確かに昔の株主のイメージって総会屋みたいなのとかシャンシャン総会しかないな。株主のイメージが悪すぎる。官僚だと仕組みは作れますがプレイヤーになれないので投資家になる決断をしました。それで村上ファンドを立ち上げると、
1999年夏に通産省を離れます。ファンドを作るのにどうやってお金を集めるの？通産省で培われた人脈を活かします。特に力になってくれたのがオリックスの宮内氏でした。ウプ主には人脈どころか友達もいない。おだまり。それで共同出資で設立されたのが M&A コンサルティング、後に村上ファンドと呼ばれるものでした。村上ファンドって名前じゃないんか。まああれって通称だしな。こっから村上の快進撃が始まります。会社を立ち上げたわけですが、一体どこに投資するんだ？まずやったのがコンサルティングです。投資じゃないんかい。社名が M&A コンサルティングだしな。投資会社の社名って適当じゃん。怒られるからやめろ。東急グループの再編などのコンサルで食い口を稼ぐことをしてました。社員を食わすためにやってたのか。一方で日本マクドナルドの藤田電子やセゾングループの堤誠二氏、リクルートの江添氏など様々な人物に出会って出資を募りました。そうそうたるメンツだ。そのため様々な人と会食を行ってました。いいな、仕事とはいえ美味しそうな飯を食べられるなんて。2時間おきに会食をセッティングして食べられなくなったんでトイレで吐いてまた食べることを繰り返したみたいです。新手の拷問かな。律儀に食べてたのか。結果38億円のファンドを作ることができました。規模的に小さいのでは。実績がない中集めるのが大変なんだ。それで最初に投資したのは東急ホテルでした。コンサル絡みで見つけたのか。当時時価総額100億円だったんですが、保有する赤坂の不動産だけでも500億円くらいだったらしいです。めっちゃ割安じゃん。大株主の東急電鉄がいて誘導性が低くて割安だったので狙いをつけました。仕事をもらってた東急に怒られるのでは。ちゃんと話をつけました。さすが官僚、こういう根回しはさすがだな。株を買い集めて大株主となったら東急ホテルの社長と話をすることができました。私もトヨタの株を買ったら社長に会えるのかな。10兆円分ぐらい買わなきゃあかんぞ。無理だ。そこで村上は東急ホテルにこんな提案を。上場廃止にしちゃえば。え、なんで上場廃止に。そもそもなぜ上場しているのか。かっこいいからなわけあるか。まあそれもありますね。知名度を上げて人材確保にもつながります。でもメインとしては市場からの資金調達だよな。その意味では東急ホテルは必要なくて東急ブランドで知名度はありました。上場の意味ないじゃん。さらに買い進めると東急電鉄から話をしたいと言われました。呼び出し食らったの。別に悪いことしてないだろ。そこで村上は持論を展開して、あまりにも低い株価を放棄するのは良くないと語りました。乗っ取りとか起きる可能性もあるからな。その後東急ホテルは東急電鉄が株式交換を行うことで完全子会社化となり、上場廃止ファンドとしても利益を得ることができました。儲かったのか。他に投資していたのが省営。やり投げしてそう。そっちの省営じゃねえわ。もともとキートメーカーだったんですが、市場が縮小して工場を閉鎖。その跡地をイトーヨーカドーやジェスコなどのショッピングセンターにして不動産会社にジョブチェンジしてました。まるで新聞会社みたいですね。やめろ。無借金で資産が500億円ぐらいだった割に時価総額は50億円ほどでした。なんというお得な会社。今だったら許されないだろ。いろいろと考慮した結果、2000年1月に株価の2割増しでの TOB 公開買い付けを発表しました。それだけ旨味があれば応じてくれそう。しかし省営から反対表明が出されました。つまり戦争じゃー。敵対的買収な。日本初の敵対的 TOB となったので村上は注目を集めました。こういうのが好きな人多いからな。そして結果は 6.52% しか取得できず失敗に終わりました。なんでや。ここはもともと不要グループが株式の持ち合いをやってて、そこが応じてくれなかったそうです。株式の持ち合いって安定株主として強く的特権益の要素があるからな。その後村上は株価がある程度上がったのもあって省営を売却。儲けは出たと。知名度がだんだんと上がったこともあってお金も集まってきました。父親の言う通り、お金がたくさんあるところにお金は集まるんだな。その多くがアメリカからの投資で、彼らは儲けを重要視していました。日本の投資家は理念に賛同しての出資だったので、シビアすぎて村上は驚いたそうです。アメリカ人とはうまい酒が飲めそうだ。主戦度のうまいにはぴったりだな。主戦度はやめて。村上ファンドを有名にしたのが東京スタイル事件。何があったの？東京スタイルは日本のアパレルメーカーです。アパレルはこの頃苦しくなり始めてた時期だな。アメリカ人の投資家からこう言われました。ミスター村上、東京スタイルをやってほしい。あんな不思議な会社はない。どういうこと？まず株主として経営者に面会を申し出ても会ってくれません。まあそういう会社もありそうだけど。それで当時の社長は営業マンから出世して、1979年に社長に就任して30年以上トップに君臨してました。あ、なんか嫌な予感がするな。
当時の財務状況がこんな感じです。売上の割に資産が大きく、財テクで儲けてる一方で割安な会社ということか。アパレルは徐々に縮小していて投資会社みたいな感じでした。まるで新聞会社みたい。しつこい。村上は株を買い進めて社長に会うように申し入れたところ。社長は株主に会ったことがないし会うつもりもない。会いたかったら株主総会に来てください。存在な扱いだな。それで株主総会に出てたら15分程度で終了。はっや、株主総会で選手の起用方法に意見を言う阪急阪神を見習え。阪神関係ないやろ。それで村上は株主に伊藤洋華堂があることを知って当時の会長に東京スタイルの社長を紹介してほしいと依頼。人脈やばいな。それで実際に社長に会ったら株主に会いたくないと断言しました。経営者としてどうなんだ。結局村上さんはどうしたいんだ。ざっくり言うと本業以外の余剰資金があるのなら株主に還元すべきということです。甘くてるならとっとと吐き出せと。村上はプロ棋士ファイト委任状争奪戦に挑むことにしました。経営陣と争うわけか。それで提案したのは1株500円の配当と500億円の自己株式取得。500億円、相当大きく出たな。東京スタイルの反論は、事業戦略に支障を及ぼすし株式の流動性もおかしくなる。それに500億円かけてファッションビルを建設する予定だ。ファッションビルへの投資もおかしいだろ。東京スタイルの議決権は外国人投資家が 40% 保有していたので十分勝てると踏んでました。外国人投資家にとっては理想的な展開だよな。東京スタイルも配当の引き上げや123億円の自己株式取得で対抗します。でも全然足りないな。主戦とはこう申しております。ひどくない。さらに東京スタイルは仲介者に伊藤洋華堂会長を立てて村上を呼びつけました。このプロ棋士ファイトについて圧力をかけるつもりか。村上は東京スタイルの提案に応じずそのまま株主総会を迎えました。それで結果は僅差で負けました。なんでや。外国人の持ち株比率が低下してました。株価が高騰したので売却したみたいです。すぐに利益が出るんならそうするわな。それで村上さんも撤退すると。東京スタイルに対して株主代表訴訟をしてます。なんでや。東京スタイルはマイカル関連への投資で大きな損失を出してました。マイカルはあかん。それで原因を調べたら証券会社に勧められるがままに社長の独断でやってたみたいです。ガバガバガバナンスじゃん。それ以外にも1000億円近く投資運用していてそれらは社長の判断で行われてました。そりゃ訴えられてもおかしくないな。まあこれ村上さんに金銭的利益はなかったんですがね。じゃあなぜ訴えた。ガバナンス向上のためです。どんだけガバナンスが好きなんだ。その後東京スタイルが自己株式を取得したのもあって撤退しました。なんか試合に勝って勝負に負けた感じがする。そして村上をいろんな意味で有名にしたのが日本放送の買収について。ああ、前にも動画にしたが確か噛んでたんだよな。1ミリも記憶にない。思い出せ。詳しくは動画を見てほしいんですが簡単に言うとフジテレビや日本放送、産経新聞などの富士産経グループはいろいろと複雑な資本構成をしていました。まあ複雑な資本関係は大手新聞社に多いよな。この中で今回注目したいのが日本放送とフジテレビ。何が問題なの？日本放送がフジテレビの大株主で支配しているが日本放送の株価がめちゃくちゃ安かった。まあラジオってそこまでも儲からないだろうしね。この安い日本放送はフジテレビの持ち株分より時価総額が安い状態なので、日本放送を安く買収するとフジテレビも支配できちゃうという構造でした。おまけの方が大きいってことか。この構造に村上は早くから気づきました。ファンド創設した直後から日本放送への投資を行っています。目の付けどころがさすがだな。そして株主としてこのいびつな構造問題を早く解消すべきと提言していたそうです。だけどしかない家の問題や日本放送との対立構造でうまくいかなかったんだよな。しかない家が株式を売却してこれは村上にとって予想外で持ち株を IT 企業に売却することも視野に入れてたそうです。撤退も考慮していたと。2005年1月フジテレビは日本放送に対して TOB を行うことを発表しました。ついに動いたのか。この発表した日、村上のところにライブドアを率いる堀江貴文が連絡してきました。堀江もん来たー。堀江氏は日本放送株を買いたいので保有している外国人投資家を紹介してほしいです。これがフジテレビとの全面戦争につながると。この話を聞いて村上はインサイダー情報として社内に登録して日本放送株の買い入れを停止します。なんで。誰か大量に株を買うことが分かったから高騰する可能性が高いからな。それでもしかったらインサイダーになるのか。
村上自身はライブドアにそんな資金はないと思ってたみたいでしたがね。しかしリーマンブラザーズを割り当て先とした資金調達で実際にやってのけたと。ホリエモンやっぱすごかったんだな。その後は結局フジテレビとライブドアは和解したんですがね。その後もっと面倒なことが起きるよな。え？村上ファンドでは西武鉄道や阪神鉄道の投資も行ってました。なんでだ？公共性の高い鉄道とそれ以外の事業を切り離して地域ごとの私鉄の統合や共同運行をするべきと考えました。またすごいアイディアだな。まあ東京や大阪って同じルートを走ってる鉄道とかも多いよな。その中で阪神タイガース上場の話が出ました。なんでや、阪神関係ないやろ。お前それ言いたいだけだろ。ファン地元企業や住民が株を保有すれば一体感が生まれると感じたみたいです。まあ海外のサッカークラブで上場してるとこもあるよな。そうなんだ。これに関して相当非難されて当時シニアディレクターだった星野仙一氏に怒られたみたいですがね。そりゃそうだ。星野さんは金儲けに利用されると思ったんだろうな。村上は日本企業のガバナンスが遅れていると認識していました。まあそれはわかる。株主は持ち合いで緊張感がないよな。長期的経営ができるというメリットもありますが、緊張感がなく無駄に内部留保だけを貯めてるケースがあると語ってます。さっきの省営みたいなケースか。その内部留保を吐き出させると、そうすればもっと資本が効率的になって日本経済は良くなると思いました。まあ日本の株価収益率は低いし株価も低いからな。こうして村上は投資をしていたのですが、ある日事件が。事件ってまた大げさな。2006年6月5日村上が逮捕されました。大事件じゃないですか。なんで逮捕された？日本放送の件の時にライブドアが株式買うわって言った後に買いまして、インサイダーに当たると言われました。え、インサイダーに当たるって思って辞めたんじゃなかったっけ？その前の年からライブドアと村上ファンドは話をしてて、11月8日に協議した時にこういうやり取りが。ライブドアは資金調達どうするの？クレディから借りますわ。他には？村上ファンドは株を保有し続けることを書面にしてほしい。それはできない。私を信じろ。最後にライブドアは村上に対して、やりますのでよろしくお願いします。これだけなのか？これで逮捕されて2011年6月に懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金約11億円の刑で確定しました。追徴金がでかすぎませんか？一審判決では市場の信頼を損ない反省も皆無と言われたそうです。ちょっと厳しすぎるのでは？そうかな？会社の内部から情報を得たわけでもなく、実現可能性が低かった当時の話がインサイダーに当たるのかと、村上は判決に対して納得してない感じでした。これいろんな背景も噂されてたよな。それで2006年11月に村上ファンドは解散。3月当時の運用資産は4444億円を超えてました。ああ、運用額がえぐいな。これは利益が増えたというより投資額が増えた感じです。当時投資家としては一番有名だったからね。村上はシンガポールに移住しました。それで表舞台から姿を消すと、 NPO の活動に従事して東日本大震災の時には翌日から被災者に支援を行ってました。あらやだ、素敵やん。それで投資活動からは足を洗ったのか？いえ、実は徐々に活動してました。生きてたのか。勝手に死なすな。以前は他人からお金を集めて出資する形でしたが、今では個人資産での投資だそうです。ということは規模は小さいのか。2013年時点でも200億円あったと言われてます。羨ましい。村上は休眠状態や経営破綻した会社を買い取って、そこを通して様々な会社へ投資してると言われています。やけにふわっとしてるな。それだけ謎めいてたんですよ。この中の会社の一つがレノ。2009年からダイナシティの支援や MCJ、JVC ケンウッド株を大量に保有したりしました。急によくわからん会社が大株主になったら怖いな。表舞台に出てきたのは2013年経営破綻した C&I ホールディングスや南青山不動産といった企業を通して投資業を行いました。この中心人物が村上自身と長女でした。これで村上さんが完全復活？しかし2015年11月に金商法違反で村上の自宅や長女の家に強制調査が入りました。また何かやったの？アパレル株で相場操作をした疑いです。めちゃくちゃ目をつけられてるな。それで起訴が見込めなかったため刑事告発は断念されました。結局何もなかったのか。ちなみに長女は妊娠中で業務から離れていて、調査対象の時期も株式売買に関わっていませんでした。なのに強制調査されたのか。それで調査のストレスで体調を崩して死産に至りました。え、マジで？これらを経て娘や妻からも、
何を目指してきたのか世間に伝えてほしい。と言われて村上は本を執筆したり公に姿を現すようになりました。だから最近見かけるのか、姿が変わってびっくりしたけど、2019年に出光興産と昭和シェル石油が経営統合したんですが、そういえば統合して出光興産になったな。昭和シェル石油の名前が消えたのか。この再編を仲介したのが村上で、創業家が反対して停滞していたんですが村上が説得しました。元官僚で株主だから実現できたって感じだね。その他に村上関連で大きな話題になったのが施工不備問題で揺れていたレオパレスに対して、役員退陣や事業再編を迫ったり、東芝機械にも敵対的 TOB を行ったりしました。いろんなところを攻めてるんだな。この件に関して日経ビジネスが村上に、東洋経済が東芝機械の社長にインタビューしてたんですがその内容が、東芝機械は使ってない資産を株主還元してほしい。資産を有効活用してほしい。村上氏は株の売却や設備投資を圧縮してキャッシュを作って自社株買いをやってくれと要求している。話が噛み合ってないっすね。結局レオパレス、東芝機械の件は両方とも村上側にとってはうまくいきませんでした。失敗したということか。これら村上が関わっている企業はいくつかあって、総称して旧村上ファンド系と言われています。これファンドなのか疑問に思う。この旧村上ファンド系で最近話題になったのが大道リミテッドの件。その会社の株を旧村上ファンドが購入したの？これはストラテジックキャピタルという会社でこっちは村上ファンドでナンバー2だった人物が設立した会社です。元社員が設立した会社もあるのか。経営不振だったこの企業に対してストラテジックが筆頭株主になって経営の刷新を求めて株主提案しました。やってることは村上さんと変わらんな。ストラテジックは大道に新たな役員を派遣する株主提案を行いました。それでどうなった？提案した5人のうち3人が1000人選ばれたんかい。7月4日に年間配当を予想の5円から100円に見直すことを発表。20倍も増やしたのかい。明らかにストラテジックの意向だろうな。この日に旧村上ファンド系が大道株を大量保有したことが判明。ここで旧村上ファンド系も出てくるのか。どっちが真の村上ファンドを名乗るか勝負するの？看板かけての勝負じゃないわ。それでストラテジックが選任した人も含めて大道の全取締役が記者会見をして我々は一枚岩だというような感じで強調していることをアピールしていました。おお、期待できるな。これらもあって株価は1200円ぐらいまで上昇しました。みんなハッピーじゃん。しかし9日にストラテジックが選任した役員の一人が辞任。はい。12日にストラテジックと旧村上ファンド系も全株式売却したことが判明しました。嘘でしょ。結局株価を釣り上げて撤退したのか。ストラテジックは株主還元で我々が考えていた株価になったので売却した。役員が辞めたのは無関係です。SNS ではストラテジックの行動に対して批判されてます。だろうな。まあやってること総会やとかと変わらない気がするんですが。はっきり言うな。これが村上ファンドです。運がバランスの改善という目的はわかるんだが、やり方がえぐくて経営者にとっては恐怖だし敵って言われてもしょうがないよね。こういう物言う株主、いわゆるアクティビストに関して以前はもっと評判が悪かったんですがだいぶ良くなったみたいです。昔の株主総会とかってヤバかったしな。そういえば株主が意見を言うのが珍しくなくなったな。おかげで変なのも出てきてるが、株主を軽視するとヤバいファンドとかに狙われる可能性もあるのできちんと株価対策もしていきましょう。なるほど、それが今回言いたいことか。その通りです。というような建前の他にもっとくだらない理由があるんだろ。それを言え。私が割安株買ったらあんまり上がらなかったんです。支援会。